構小島先生セミナーとかで技巧量に関してはユニザレンが一番高いよって話される中で、うん、強制の材料費 ね、はい、それを聞いた時にどう思いました？一番最初はあやっぱ高いんだなっていうところで、うん、やっぱりそうすると利益率っていうのは低くなっちゃうのかなっていうのを、うん、まあ、率直に思いました。は、ね、はい、でもそれ以上に多分患者様にとってはメリットも多いのかなと思っているので、そのあたりお聞きできればと思っています。今後導入される先生方、悩んでたりとかされる先生方に対してインビザライン導入するとこんなことがいいよっていうのをお聞きしたいなと思うんですけれども、このスマホを買ったじゃないですか。はい、買いました。結構高くなかったですか？そうですね、15、6万ですかね。昔、はい、携帯で15、6万ってありました？いや、ないです。じゃあなんでこの携帯買ったんですか？やっぱり画質も良くて音声もいい、かつ、まあ、今までも iPhone 使っていたので、まあ、データの移行とかも簡単にできるっていうところで購入しました。とにかく素晴らしいってことですよね。そうですね、はい、一言で言うと。そうです。だから値段は高いけども、はい、まあ、それを購入する決断をされたと。はい、同じですよね。矯正治療の中で針金のブラケットの装置っていうのはもう既製品なんでいっぱい作ってますから、うん、それを先生が選択してピタッつけていくわけですよ。はい、で針金ももう既製品のものを曲げていくんで、もういっぱいできているものを使うわけですよね。ですけどインビザラインとかアライナー矯正っていうのは他の人と同じ歯並びだったり歯の大きさの人って絶対ないんで、なので全部フルオーダーメイドなんですよ。はい、だからその分材料費っていうのが一番高いんですよ、はっきり言うとね。あ、まあそうですよ。はい、それはもうしょうがない。あとコンピューターのシミュレーションっていうのを使う次世代型の矯正システムですから、はい、コンピューターのシミュレーションに関してはやっぱりパテントね、世界的な特許とかもあるんで、うん、それは一番高いと。でも、はい、その分一番いい治療だと思ってるんで、はい、なので材料費高いから病院が売り上げが良くないだからやらないんじゃなくて、材料費が一番いい素晴らしい矯正治療だからやる、うん、iPhone を持つっていうのと一緒ですよね。 iPhone じゃないのを持つじゃなくて iPhone がいいと、はい、まあ、それがまず材料費に関する、まあ、僕の答え、はい、一番いいもんで、あともう一つ他の質問がして何が良かったですか、はい、患者さんがやっぱり楽しそうなんですよ、矯正治療に対してね、はい、で今までは針金の矯正、裏側の矯正の時は患者さんも気合が入ってて、今から2年間は頑張らなきゃいけない、はい、で僕たちも今から2年間は頑張りましょう、ちょっと我慢してくださいっていう感じで始まってたんですけど、今はね良かったですねと、インビザラインでも初めから楽しくなりますよねっていう、そういう感じなんですよ、うん、なので患者さんにとってもメリットがあるし、まあ、僕たちも楽しいし、患者さんの治療を携わってね、はい、いいことは多いかなと思いますよ。アライナーの矯正治療、インビザラインの治療を今からやめるってことも考えたことないし、はい、もっと何ができるかなっていう感じで、 iPhone のスマホじゃなくて他の昔のガラケーとか昔の黒電話に戻るって考えないでしょ。ないです、はい、それと一緒ですよね。確かに、うん、はい、今からあっちに戻そうってないじゃないですか。ないです。より良いものを知ってしまうってことはやっぱりより良いものを提供したくなってくるので、そこの分野のフィールドっていうのはこれからまた新しいイノベーションとかがいっぱいあるんで、僕たちも楽しいし勉強してても面白いし、それを治療を受けていただいている患者さんも楽しく治療していただけたら嬉しいし、はい、よりそうなってもらえるより我々も頑張るし、ね、あと確立されているフィールドじゃなくてフロンティアの状態なんで、はい、もうだいぶ歯科の治療って確立されてるんですよ。補鉄もね、歯周病の治療も根っこの治療も口腔外科の治療も、でもこの矯正の治療の中のアライナーっていうのはまだ確立されてない未知の領域がいっぱいあって、はい、そこの部分をこうフロンティアスピリッツを持ってこういろんな何ができるのかなとか、こういう治療が提供できたらいいねっていうことをしていくのが面白いんじゃないかなと、僕が生きてて面白いかなって思うし、それがすごく僕の天命なのかなと思ってて、僕は楽しいから、はい、僕のこの楽しいのを新しくね、インビザラインとかアライナー矯正治療される先生方にもお伝えできたら嬉しいし、はい、僕が全ての患者さんを助けることができないので、まあ、多くの先生方がねそういう新しいイノベーションを身につけていただいて、より多くの患者さんをよりよく助けていただけたら嬉しいなと、はい、そんな感じでやってますかね。ありがとうございます。
僕も少し患者さんの表情とか見る機会あったるんですけど、明るいなって、なんかみんなポジティブだなっていう、はい、皆さん笑ってて、うん、はい、マルチブラケットとか裏側の矯正がポジティブじゃないわけじゃないんですよね、はい、だけどまあ人に合ったアプローチがあると思うんですけど、はい、でもね、昔はなかった治療方法で、うん、僕レーシックの手術してるんですよ。あ、はい、でレーシックもする前は怖かったし、今でも大学病院ではやってないと思うんですね。やっぱりすごく研鑽を積まれている眼科の先生たちがレーシックという治療方法を学び、研鑽を積んで日本に持ってきてもらって、はい、で僕もその治療を受けて今もう全部見えるので、そういう革新的な治療を望んでいる患者さんにはインビザラインとかアライナー矯正治療もすごく嬉しいだろうし、はい、インビザラインとかアライナー矯正治療だけじゃないですからね、はい、さまざまな患者さんでは10人から10人違いますから、はい、ただそのインビザラインとかを希望される方が増えてきてるのは世界的な潮流なので、はい、その方たちに僕たちがどう高い医療サービスを提供できるかなっていうところが面白いかなと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。